こんにちは、えのき商店です。今日は桜を背景に動画を撮っております。桜といえばという関連でね、おすすめのジンがありまして、こちら広島産のジン桜をおすすめしております。こちらですね、広島産原料にこだわったジンで、ボタニカルにですね、広島レモンをはじめ柑橘を3種類か4種類ほど使っているフルーティーな感じのジンに仕上がっております。それでですね、これ桜の特徴として、他のジンには見られないジュニパーベリーを使ってないんですね。なのでジン特有の香りがちょっとまた違って、柑橘系の香りが強い仕上がりになっているのかなと思います。ぜひね、フルーティーなジンが好きな方はこちらの方をお試しいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。